ペニシリンの大二郎です。佐藤です。アクエです。なんとペニシリン11月26日にですね、ニューアルバムスーパーノヴァがリリースになります。イエーイ。やっとできましたね。できました。どんなアルバムですか？かっこいいです。一言じゃ言い表せないんで、ぜひ聴いてください。今回は14曲とですね、盛りだくさんですからね。はい。そしてですね、今回 DVD が付くバージョンもあるという。どうですか DVD は、白夜さん。はい、まあですね、DVD の方は。まあまあです。CD メインなんで。あ、そうですよね。DVD はおまけですね。おまけなんで、はい、まあ、CD だけで、まあどちらでもいいと思います。はい。CD もかっこいい。CD だけのやつもジャケットがにいっぱい写真入ってますし、かっこいいですよ、だから。まあ、いけてますよ。はい。はい、まあ、このすごい最強のアルバムができたということでですね、やはり僕らやらなきゃいけないことがあると思うんですが、はい。ツアーですね。ツアーですね。1月から2月まで。はい。1月から2月まで全国回りますから。久々に長いツアーですね。はい。はい。どっかんどっかやりますので、皆さんぜひ遊びに来てください。はい。なんか白夜さん、ツアーでこう考えてることとかありますか？そうですね。いろいろあります。まだ秘密ですね。はい。はい。まあ、いいアルバムができてるのでですね、ツアーも皆さん楽しみに待っていてください。はい、他に何か皆さん、がっつり言っときたいこととかありますか？ DVD はあんま見なくていいかな。あ、DVD は見ましょうよ。でも、DVD のビデオクリップは最高です。あ、そうですね。で、それ以外の、特典映像がですね、はい、占いなんですけど。今回占い。今回3人、はい、有名占い師に見てもらったんですけど、はいはい、まあ、それは見なくていいと思います。なんか若干凹んでないですか？大丈夫ですか？凹んでます。凹んでるんですか？はい。まあ、こんな感じの DVD なんでしょうね。そんな感じですね。はい、これもね、ぜひ楽しみにしてほしいですね。楽しみにしてほしいですね。はい、それでは皆さんぜひチェックしてください。ペニシリンの大二郎と、佐藤白夜でした。